ホセ,ア書ホセアはイスラエルと南ユダ王国に分裂した約200年後のイスラエル北王国に住んでいました彼は北王国のことをエフライムまたはヤコブと呼ぶこともありましたホセアはイスラエル史上最悪の王の一人ヤロブアム2世の時代に神からの言葉を語るように任命されました その頃北王国は混乱を極めていて紀元前722年になると恐ろしい巨大帝国アッシリアがイスラエルに攻め込んできて国を破壊しましたホセアはその悲劇が迫りくるのを見ていたのですホセア書はそんな時代の25年間にホセアが語ったこと書いたことを集めたものでほとんどが詩の形式です3つのセクションに分かれていますがそれぞれを詳しく見ていきましょう まず冒頭はホセアと不定を働いた妻ゴメルの結婚が破綻した話から始まりますゴメルが他の男性たちと関係を持ったのが結婚前からなのか結婚後なのかは分かりませんただホセアと彼女の間には3人の子供がいてその家庭は崩壊してしまいましたしかしここでゴメルの不誠実にもかかわらず神はホセアに彼女を探しに行き彼女の恋人たちへの借金を払いもう一度 愛とと誠実を捧げよと言ったのですそして破綻し修復された結婚子どもたちなどはすべて神とイスラエルの関係を語るための予言的な象徴だと言いました神はイスラエルに対して誠実な夫のようでした奴隷だった彼らを救い出しシナイ山まで連れてきて契約を結んだのです そしてイスラエルにも自分に対して誠実であるように願いましたしかし約束の地に導かれたイスラエルはそこで神からの贈り物をたくさん受け取っておきながらカナンの偶像バールに捧げたのですですから神にはイスラエルとの契約を破棄し離婚する最もな理由がありましたしそうすることもできましたしかし実際にはそうする代わりにイスラエルを改めて愛し契約を新しくすることにしたのですなぜでしょうかそれは 彼のの愛とと憐れみと誠実さのゆえですホセアはこのことについて詳しく説明しています。神に反逆したイスラエルには他国に侵略され補囚にされるという報いが迫っていました。けれども将来回復されるという希望もあったのです。いつの日かイスラエルは悔い改め神を礼拝するために戻ってくるでしょう。そして神は彼らの上にダビデの血筋のメシアなる王を立て王は民に祝福をもたらすとホセアは言いました。 つまりこの最初のセクションでこの書全体のテーマが紹介されているのです。イスラエルは反抗しそれに対して神は厳しい裁きを下すが神の契約の愛と憐れみはイスラエルの罪に打ち勝つということです。続くセクションではホセアは詩を用いてこのテーマをさらに深く掘り下げていきます。 イスラエルに対するホセアの非難と警告は二つのセクションで語られていますがそのどちらも神の憐れみと未来への希望に満ちた詩で締めくくられています4章から10章ではホセアはイスラエルの不誠実さの原因とその結果について述べていますまずイスラエルには神に対する知識と理解が欠けていると繰り返し言っていますヘブル語では知ることをヤダアと言いますがこれは単に知識として知っているということではなく 個人的な関係において、知っているという意味です。誰かについて、ただ知っているだけではなく、その人柄を深く知っているということです。神は、イスラエルに、ご自分のことをそのように知ってほしいと願っていました。神との個人的な関係の中で、神の愛を体験し、心と生き方を変えるような知識を身につけ、自分の方からも神を愛するようになってほしかったのです。だからこそ、ホセアは、イスラエルの偽善的な礼拝を何度も非難しました。 彼らが実戒を破り深刻な社会的不正を見逃しながら聖なる神殿に赴き何も問題ないといった態度で犠牲を捧げることを繰り返し指摘したのですしかし実は問題だらけでした彼らは偽善的だっただけではなく偶像礼拝もしていたのですホセアはベテルとギルガルにあるバールの祭壇について何度も言及しています また彼らが偶像礼拝だけではなく政治的同盟国のエジプトやアッシリアにも忠誠を誓っていたことを繰り返し責めていますイスラエルは神の守りを信頼する代わりに他の国々のように軍事力だけを頼みとしたかったのですそこで神は「もうすぐそれが全て自分に降りかかってくると言いました」というのもアッシリアは間もなくイスラエルに牙を剥きその国土を略奪するからです警告を与えるもう一つのセクションの中で「 ホセアはイスラエルの歴史を引き合いに出して、彼らがいかに初めから不誠実だったかを示しています。例えば、創世期27章と28章にあるヤコブの嘘と裏切り、民数記にあるイスラエルのアラノでの反抗サムエル記第一にある民を罪と災難に導いた堕落したサウル王の話を例に挙げ、この民族に脈々と受け継がれる罪を指摘しました。それでは彼はどんな希望を持っていたのでしょうか 3章を見ると「神はご自分の民を救い回復するために何かをするとありそれはこの2つの結びの章の中で明らかにされます。11章は感動的です。この詩の中で神は息子イスラエルを育て全てを与えた父親として描かれていますが大人になった息子は父に反抗し父の寛大さにつけ込みました。そのためこの詩に描かれる神の心はかき乱されています。 ある時は怒りに燃え当然のこととながら裁きを下すす言いますしかし次の瞬間神の心は引き裂かれ慈悲と哀れみの気持ちでいっぱいになり愛する息子を許そうとするのです。神は八節で「エフライムを引き渡すことなどできない哀れみで胸が熱くなる!」と言っていますつまり神はイスラエルが罪の報いとしてアッシリアに征服されることを許しはしましたがそれで終わりではなくまだ希望が残っているのです。 最後の章はそれについいてて述べていますホセアはイスラエルに悔い改めて神に立ち返るように呼びかけますが彼らがそうしても長続きしないと知っています。今までもそうでしたから。神はいつの日か彼らのかくなな心を癒し思う存分彼らを愛すると言いました。そして癒されたイスラエルをしっかりと根が下ろされ枝は広がり青々と茂り涼しい木陰と果実を国々へ提供する木に例えています。 これは神がアブラハムに約束したことの象徴でイスラエルがすべての国々に祝福をもたらすことを表しています。そして神はこれが実現するためには神の恵みと癒しの力が必要だと言っています。それによって堕落したイスラエルの民の罪深い自己中心が癒され神の愛を受け取り神を愛することができるようになるからです。これが神の約束なのです。 この詩の後に付け足しのような最後の言葉が記されていますこれはおそらくホセアの詩を集めた著者が読者に言いたかったことなのでしょう知恵がありこれらを悟る者は誰かこれらとはホセアの詩のことです主の道は平らだ正しい者はこれを歩み背く者はこれにつまずくつまり著者はホセアが北イスラエルに向けて書いた詩の内容は過去に限ったものではないと言いたいのです。 これは神の性質と目的そして人間の性質についての深い真理なのですそして神は人間の罪を義をもって裁きますが究極の目的はご自分の民を癒して救うことですこれがホセア書です